鹿、少林、六少林は、中華民国から中華人民共和国の軍人。北京政府、国民軍の有力軍人であった。協力賞配下の、五五賞。他は、蝶野枝、宗鉄源、低金星、劉花オルカオルの一人と目される。字は、随白。王子主の家庭に生まれ、当初は、文官の道を志した。しかし、 日露戦争に触発されて、文を捨て部の道を進むことを決める。1906年、高所32年、新軍第六鎮第一根成教の兵士となった。1908年、高所34年、兵玉省が組織した、武学研究会に加入した。1910年、銭湯2年、第六鎮第40教、第79兵服官に就任する。 1911年、戦闘3年12月、革命派の周期期に、兵玉省に従い参加したが、失敗に終わった。1912年、民国元年、しか、少林は小幸美期が、旅長を務める、第24、第39旅の第2弾副栄長に就任する。1915年、民国4年、第39旅が第4混成旅に拡大。 編成されると、そのまま副栄町に留任。同年、遠征外が、陳を、正しい支線軍部に任命する。この時、兵玉省が、旅長を務める、第十六根性旅と、鹿、昌林が属する第四根性旅も、これに随重して、支線入りした。同年12月末に、遠征外の皇帝即位に反対する、五国戦争が勃発し、斉津原バラが率いる、 五国軍第一軍が四川に侵攻してくる。二国音声旅は、露州でこれを迎撃することになり、この時に鹿は、京と再会してその配下となった。氷玉将は、五国軍に同情的であったため、これに敵対する陳を何とか包囲させようと考えていた。この時に、鹿、少林は、京にそのための様々な検索を行っている。結局、1916年、 民国5年5月に、陳は、四線独立に追い込まれた。兵の軍は、五国軍第五市に改編され、鹿は、第五市、第三団英町に就任した、五国戦争終結後、第十六根制旅に復帰。同年六月に、遠征外が死去し、段気随が台頭してくる。段は、兵玉将を、旅長から悲鳴し、その部下だった第一団団長、洋葛堂を、 公認の旅長に任命した。その後、鹿、少林は、軍会館、兵平長などの職を歴任している。1917年、民国六年七月、長君が副壁を行うと、鹿らはように、長君討伐を迫ったが、要は、北京に向かい、長君に降る。すると、鹿は兵を旅に迎え入れ、兵は、長君討伐の伝聞を打った。1918年、 民国七年八月、兵玉賞が、小生鎮守師として、湖南省の上徳に駐屯する。鹿、小林は、砲兵団団長に任命され、また、共同大隊大隊長に任命されて、軍の訓練を担った。この時の鹿の訓練面での貢献が、後の兵軍の精鋭化に大きく作用し、また、長寿中などの優秀な若手軍人を生んだ。 1922年、民国11年、表玉省が、カナンただ主弁に任命されると、鹿は、カナン前省刑務所所長に就任した。この時、鹿は、表の省内政改革を特に治安面から支えた。同年10月、表引きいる、第11市の第20に度々町に任命された。1924年、民国13年9月、第2次、 笹藤家戦争が勃発する。10月19日、鹿、少林は、兵玉省に命じられて、北京を吸収し、23日までに、これを制圧した、首都革命、北京政変。この時の鹿の制圧の手際は迅速かつ整然とした、もので大きな混乱を引き起こさなかった。氷玉省が、国民軍を組織し、国民軍総司令兼第一軍軍長となると、 鹿は、第一軍しばらく変来一し、市長県北京警備司令に任命された。11月5日、鹿は、京の命令に従い、不義を、市金城から追放した。断気随による、失勢政,政府成立後の年末に、孫文が交渉のため北京を訪れると、京の命で鹿が、孫文の接待、警備を担当した。1925年、民国14年3月に、 孫文が死去すると、鹿は西山平均寺での葬儀の開催に協力している。民国15年、1926年1月、石化批判に耐えかねて、兵玉省が下野を表明すると、3月にソ連を訪問、長野絵が国民軍全軍総司令、鹿、少林が国民軍前敵総司令、後に東寺総司令に任命される。これにより、蝶、 鹿らが氷に代わって、北方各派との戦いに従事することになった。4月に、段気髄が方天派と密約したことを察知すると、鹿はこれを吸収し、段を失脚させた。同月に、国民軍は、北京を撤退して、南口により、鹿、少林は、長の栄や西寺総司令、総鉄源らと共に、自家、炉、三島省の長総省など、 笹具の連合軍を相手に懸命に抗戦した。しかし、8月14日についに南口を放棄して、水炎、パオ島方面へ撤退する、南口大戦。ただ、氷河ソ連を訪れて不在、しかも他の北方各派は全て敵という悪条件の中、蝶、鹿、総の前線奮闘があってこそ国民軍はその形を止め得たと言える。その後、 氷玉将は帰国して9月17日に後、原武警視を行って、国民連ね軍総司令となり、中国国民党に加入すると、しか、少林は総参謀長に就任した。さらに、氷の命でソ連を訪問してスターリンと会見し、ソ連からの援助を取り付けた。1927年、民国16年4月の帰国直後に、 河南省民政庁長兼代理省政府主席に任命された。9月、表率きる国民革命軍第二集団軍の第9方面軍葬式となり、自家路連根軍撃破に貢献した。その後も右総葬式、北路総司令を歴任して、北伐に従事している。北伐が終局した年末、鹿は国民政府軍政部常務次長に任命された。玉が、 小解石との対立を激化させ、反将戦争を開始すると、鹿、少林もこれに従った。しかし、1930年、民国19年の中原大戦で、反将軍が敗北したため、鹿は一旦天津に湿居している。鹿の有力配下が、次々と鹿を裏切る中、それでも鹿は最後まで鹿の忠実の部下であり続けた。1937年、 民国二十六年、京玉省が第三戦区司令長官として、日中戦争、抗日戦争の前線に復帰すると、鹿は同戦区参謀長に起用された。京が第六戦区司令長官に移ると、鹿はやはり同戦区副司令長官となっている。しかし1 9四十年、民国二十九年、小解析との中国共産党についての路線対立が原因で、 鹿は辞職した。その後も、鹿、少林は、氷玉将の指示を受け、ねどもの政治活動に従事し続けている。氷が死去し、中華人民共和国が建国された後も、鹿は大陸に泊まった。国防委員会委員などを歴任している。1966年1月11日、天津で病没。去年83、万81歳。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。